メチャンネル始まるよというこででお作り進めですめの、えー、今回なんですけどタイトルついてると思うんでうまんまなんですが、えーあのー、この動画の1本か2本前か、まあ、キンキンで出してると思うんですけどあのその離れてはないはずです、えー、ベースでねフェンダーの77年製のプレベを弾、まあ、いたっていう、まあ、動画出してるんで、まあ、その感想 俺ね、初めてヴィンテージのフェンダーベース弾いたんですよ。うん。その感想だったりとか、なんやかんやとかね、そういうの詳しく話してるんで、まあ、こちらではカういうの語りません。よかったらそっち見てください。で、えー、それは純粋にあのトークの内容になってまして、で、今回はもうトークは逆にもうほぼ抜きで、えー、っと、サウンドをね、あの後、ちゃんとまあ編集というか、なんぞの、YouTube 用にあのショートバージョンでまとめたんで、あの思想のね、全部フル尺で流したら10分とかになっちゃうんで、 ゃあないんでまあこちらのベースのサウンドが分かるようにまあ抜粋して、うん、あの1分ちょっとかな1分20秒ぐらいかぐらいにまとめたんでまあまあでも1分もあれは十分ねあの楽器やってる人だったりとかまあ音に音が分かる人は分かると思うんで77年生のヴィンテージのフェンダーのプレベ の、えー、サウンドをねちょお届けしよようかなと思って撮ってて撮ますよやっぱりね、買うのやめたとは言っても、やっぱ気になるじゃないですか、普通に。僕だったら気になるんで、どんな音だったんだろうみたいな。なんで買うのやめたんだろうみたいなねあ。ちなみに一応ね、一個だけトークとして補足しておくならば、別にフェンダーの批判したいわけじゃないし、俺はフェンダーの,あの楽器いっぱい持ってるし、フェンダー信者だし。ただ、まあ、ヴィンテージのフェンダーっていうのにすごく憧れとか幻想を抱いてたし、 ままあ、まあ俺はギタリストでありボーカリストだけどただベースも弾くしベースの音も好きなのでやっぱり憧れっていうのはすごい強くあったんだけどまあ思ってたほどじゃなかったなというか、うん、もっといいベースの音知ってるしあなんなら僕の持ってるベースの方が音が良かったからまあまあこんなもんかっていうぐらいのいわゆる感じになったけどただ別に音が悪いわけじゃないからね。うん、あくまでで高い次元のお話で まあまあまあ値段とのこと考えたらまあまあ別にいいかなっていうふうなジャッジに最終的になったっていうだけであって別に物は素晴らしいものなんでまあなんで一応どんな音がするのかなととでまあお届けしようかなってこととここは撮ってますよまあまあたった喋っても知らないんでえっとご高はこれぐらいにしてもうすぐサウンド行きますねまあよかったらぜひ最後まで見てくださいでは といいいうわけで聞いていただきまししたたいかかがでしたかねまあまあまあ別にね悪い音じゃないよねなんならいい音だと思うんですけどまあ俺のただ理想が高いっていうか、まあ、経験値もあるのでこれ44万とかもうちょっとかなちょっとお忘れしたんですけど40万ちょっとしたんですよね50万いかないぐらいまあだからそれなりにするもんじゃないですかただまあいわゆる相場的に言えばそんなに高くはないしなんならちょっと安い設定かもしれないんですけれど まあでもね相場より安いからってあの自分の中で気に入らないものに、うん、最高だと思えないものにその楽器は一応投資的な目的で買ってるところもあるはあるけれど、まあ、でも言うても使えないもの買うあれはないのであくまで使えるというところでね、うん、まあそんなあの感じなんですよもし今のサウンドを気に入った方がいれば、えー、ハードオフのね、えー、と埼玉の宮原店から確か宮原って って出て出くると思うけどにあ,あ,のありますそこの,があのハードオフに置いてある限り一番高いやつがそれだから価格の高い順から見ていけば一発でヒットすると思うんでまあまあ別にいいもんですよね僕が持ってるものが良すぎるだけなんです本当に <laughs> あと僕の耳がレベルが高いというか求めてるクオリティや理想が高いからってことがあってた、まあ、だ本当にうんまあフェンダーの,らし,のら,らしいヴィンテージのプレーの音だなと思うんでうんまた、あ、音楽的に合う人はいいかなと思うんですね 僕のやってるような、ね、まあもうフレーズ聞いてくれたからうかと思うんだけどああいうフレーズを連発するんで、まあ、あの感じ言うのであればこれよりふさわしいベースはあるよねっていうのもまあありますかねもっとなんか静かな音楽というか、まあ、渋い音楽というかまあもうちょっとポップによってる攻めたいわゆるラインとか音作りではないものとかだったらまあいいのかもしんないけどっていうところもありますかねまあ状態とかは別に普通に良かったんでね なんかデッドポイントがあるとかなんかビビっちゃうとかねそういうのもなくまあ調整もよくされてるもんだったんで、まあ、ただちょっとあの何あのペグが少し硬かったけどねやっぱ古いもんなんでまあでもそれぐらいですかねうんあちなみに今のはアレスソフチューブのあのアンペグのシミュレーターをかましただけで別に他は EQ もコンポも全く何もいじってないんでもうまんま素のあのベースの音がするって がこれでですすって感じですね僕は思想の動画とかは基本的にそういうノーコンプノー EQ なんでね、まあ、アンプシミュレーターだけはまあかますけどそれはねただからシミュレーターのその一つしか使わないから、まあ、すごく分かりやすいかなと思いますしかも変なこだわったわけわかんないアンプとじゃなくて普通にアンペグなんでクラシックなアンペグを使ってますうんまあそんなとこですかねどうでしたかね皆さんはあれ聞いてまあでも好きな人はいいのかな好きな人は好きかもしんないけどうん 特にパッシブ系が好きな人は、もしかしたら逆にどん底というかピンポイントなのかもしれないけど、まあ僕はちょっと違いましたね、やっぱり。うん。まあただ俺のこと知ってる人は俺のフレーズや俺の曲とか好きな人とかね、俺の感じが分かってる人だったら、まあまあまあ、メノ様選ばないわなとは思うと思うんですけれど。うん。まあただね、まあこれはちょっと今回は、まあ、ご縁がなかったんですが、まあ素晴らしいものだしね。 まあ,あの一応、なんつうの、知識や情報という意味で、まあ、シェアしようかなというのもありますし、まあでもね、この画像の通り、この裏でね、弾いて、これ、あの、昨日撮った俺なんで、最新の僕です。あの、ルイ・セザー着て、ちょっとベース、あの、握ってみましたよみたいな。<laughs> いや、まあなかなかね、いいですよね。ベースとルイ・セザーの、まあ相性もいいし、この通りね、もう僕、もう手元に新しいベース持って買って弾いてるんで、まあこちらの紹介も、まあ後々。 していいいきたいなと思いますけれど、まあこれをね買わずにねあの買ったらいなんでね、まあ、ただ買ったのはジャズベでプレベじゃないんでまあそこの違いはありますけれど、まあ、そんな感じで今回は1977年製ヴィンテージフェンダープレッシジョンベースの、えー、グレーブオリンピックアップアッシュボディのね、まあ、ほぼフルオリジナルって言っていいんじゃないかなっていう特に改造とかもなくリフィニッシュもないものでなのでね、まあ、どんな音がするんだろうっていうまあまあ興味もある人も多かったと思うので。 まあこんなこと、こんな感じですよっていう動画でした。まあ、もし気に入ったら、ぜひ、レッツゴーしちゃってください。決して価格は高くないんで、安いと思うし。あとは、まあ、一点だけね、最後言うならば、これはね、僕の親切ですけど、この思想をした、あの、プレシジョンベース、77世。今、あなたが買うとしますよね。10年間寝かしておいたら、これは黒字になります。あなたは1円もマイナスになることはありません。 もうなんなら20万ぐらいか下手したら30万ぐらいもっとかもしんない黒字になって10年楽しんだ後にこれを処分したらまあまあこうなんてうの楽しんだ上にお金がもらえるっていうことが起きます <laughs> まあそれぐらいだから余裕が投資的な余裕がおかあるお金がに余裕がある方はよかったらどうですかっていうのはありますねまあ僕はでもそんな余裕はないので40万50万だったら別のものを欲しいんで いやまあ出せますよ。40万、50万をね。出せますけど、まあこれをね、買って、投資対象で買って10年寝かして、まあまあね、後からいくらかプラスを回収なんていうのでも、まあ10年間楽しめるならいいですけど、いやちょっと楽しめるのはちょマジで飾りになっちゃうんで、僕にとってはね。まあだからちょっとあれかなっていう。もう本当にサウンドが気に入った上に、あ、使えるって思って自分の音楽やその欲しい感覚のニュアンスに合うっていう人だったら、この値段だったら、 はっきり言って、四十何万とかでも行っちゃった方がいいかなとは思います。なぜなら、もう繰り返しになりますが、まあ5年、十年行けば、あなたは1円も損することがないからです。なんならお金がもらえるから、黒字になるから。絶対に44万とかより下がることないんで。確率に10年寝かせれば、もうワンチャン2倍になります。うん。要するに80万で売れるってことね。<laughs> まあなんで、まあ投資対象とでは最高のガキかなと思います。はい。 というわけで、あのー、七十年前、プレーブでした。またね。